皆さん、こんにちは。先日、まさかの離脱が決定してしまった中日の高橋周平選手。チーム浮上の大きな要因として活躍していただけに、この離脱は大きく響きそうでした。そんなピンチの中、一人の選手がこのピンチを救う活躍を見せています。その選手はオルランド・カリステ選手です。先日、高橋選手の代わりに6番三塁でスタメン出場を果たしたカリステ選手。そして今日は3番三塁でスタメン出場を果たし、守備位置だけでなく3番という打順にも抜擢されています。開幕はベンチスタートだったカリステ選手、一体どんな選手でどんなところが優れているのでしょうか。今回はカリステ選手の活躍や優れているポイントなど紹介していきます。先日のヤクルト戦でアクシデントが発生し、途中交代していた高橋周平選手、足を痛めトレーナーに付き添われ、ゆっくりと歩きながらベンチに戻っていましたが、試合後に立浪監督は、足がちょっとピリッときた、しばらくは難しいかな、明日おそらく抹消になる、ルーキーの辻本が明日一軍昇格と明言。そして17日、病院で検査を行った結果、右外側ヒラメ筋損傷と診断されたと発表されます。ヒラメ筋はふくらはぎの奥にある筋肉で、今後は医師トレーナーの指示を受けながら治療に専念し、早期復帰を目指す予定。ただ離脱は確定で、立浪監督の名言通り、高橋選手は登録抹消となり、ドラフト3位ルーキーの辻本凛太郎内野手がプロ入り初めての一軍登録に。とはいえ、攻守にわたって活躍していた選手だけに、戦力ダウンは必至の状況で、一体どうやって高橋選手の穴埋めをするのか、注目が集まっていました。そして先日行われた17日のヤクルト戦では、スタメンで3番に上林選手を起用し、三塁の守備位置にはカリステ選手を起用、登録された辻本選手はベンチスタートとなりました。こうして不安の中試合が始まりましたが、試合は両者一歩も譲らない展開で、5回まで無得点で試合が進みます。試合が動いたのは6回の裏でした。西から中田選手が四球を選ぶと、続く細川選手が左翼フェンス直撃の2塁打を放ってチャンスメイク。そして今回、高橋選手の代わりにスタメン出場したカリステ選手がヤクルトの先発小沢から左前への2点敵地打を放ち、ついに均衡を破ります。援護をもらった投手陣は、7回に清水選手、8回に松山選手が無失点リレーでつなぎ、最後は守護神マルティネス選手が締める形に。代役で出たカリステ選手は2回に守備でボールを引いたものの、落ち着いて送球しアウトにすれば、打撃では試合を決定づけるタイムリー安打を放つなど躍動。相手の意表をついたセーフティバントで内野安打をもぎ取るなど、素晴らしい活躍を見せ、試合後立浪監督は、高橋周平の代わりにスタメンで即結果が出た、周平が離脱したことでしばらく頑張ってくれないといけない選手、今日結果を出してくれてよかった、明日からもカリステをサードで起用する方針でいる、期待していると話していました。しかしこの日3番に座った上林選手は4打数無安打、三塁は埋まっても3番という打順が埋まらず、懸念点として挙げられることに、しばらく厳しい戦いが続くかもと思われていました。しかし18日のヤクルト戦では、先日大活躍したカリステ選手がそのまま3番三塁でスタメン出場し、ファンを驚かせます。そこでしっかり2安打を放つなど活躍、この3連戦は全てマルチ安打を放っており、守備も無難にこなすなど、しっかり穴埋めができていると言えます。仲間が怪我をしたことはとても残念なこと、チームのために自分の仕事をしようと思っていたよと、先日の試合後に語っていたカリステ選手。おそらくしばらく3番での起用が続くことでしょう。開幕戦はベンチスタートでスタメン出場も、ここまで4試合のみ、この少ないチャンスを手にして見事活躍していますが、一体どんなところが優れている選手なのでしょうか。カリステ選手が日本に来たのは2022年のオフシーズンでした。メキシカンリーグで83試合に出場し、打率 3.44、 13本塁打、
54打点12盗塁を記録していたカリステ選手は、内外やどこでも守れて、なおかつ身体能力も高い5ツールプレイヤーとして期待され入団。そして昨シーズンは4月2日開幕第3戦の巨人戦で来日初安打を放つなど早々に活躍を見せますが、米国永住権の更新のため5月3日に抹消され帰国。再来日した後は2軍で調整を続け、シーズン終盤の8月22日に1軍再登録され、9月1日の広島戦では自身 NPB1 号となる本塁打と決勝打となる2号本塁打を放つと、同月18日の広島戦ではサヨナラ打を含む4打点を記録。翌20日のヤクルト戦でも2本塁打を放つなど、9月は月間5本塁打と打力を発揮し、守備もチームの課題となっていた遊撃の守備をこなすなど、少ない出場ながらしっかり印象を残し、翌年の契約を勝ち取ります。カリステ選手の魅力は何といっても身体能力の高さで、内外野どこでも守れ、遊撃守備もこなせる守備力、三塁守備もバント処理など、細かい連携はやや難がありそうですが、それ以外は無難にうまく、何より送球が綺麗です。カリステ選手はこのどこでも守れる守備について、その能力があるのは神様のおかげ、自分の力を 100% 出せるようにしっかり準備したいと話しており、どこでも使われればしっかりやるという意欲を見せています。また打撃面では外国人選手としては珍しくバントがうまく、また三振数も少ない選手で、ミート力もあり広角に打てます。何よりハングリー精神があり、常に全力を見せる選手なので、ムードメーカーとしても活躍しており、2軍でもベンチスタートでも腐らずやってくれる選手でもあります。高橋周平選手ほどのバットコントロールや守備力はないでしょうが、代わりを務めるには十分と言える選手と言えるでしょう。一方で変化球などの緩いボールは得意なようですが、速球は若干苦手なようで、このあたりは今後の改善ポイントとなりそうです。とはいえ、ストレートの打率はこれまで受けてきた投球の平均球速が143キロの中で打率313と結果を残しており、対応自体はできそうです。ちなみにサンプルが少ないので余談になりますが、遅いカーブは10割、チェンジアップは5割打ってます。投げられた数が全然違うので一概に言えませんが、球速が下がるほど打率が上がってるので、遅いボールが少なのは間違いなさそうです。こうして昨年以上の活躍が期待されているカリステ選手、とはいえ昨年も今季もヤクルト戦が得意なようで、ここでしっかり打っていましたが、次回以降どうなるかが見極めポイントになるかもしれません。しっかり触れていますし大丈夫とは思いますが、次のカードで進化が問われるかもしれません。現在好調であるチーム、その好調を維持する活躍を見せてくれるのか、今後に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。